もう参道まで列が伸びてる。最後に来たのが子供の頃だったからかな。これほど多くの人が訪れていたとは思わなかった。大晦日は町が静かになるくらいだよ。お正月に備えていろんなお店も休んでるし。それにスリや置き引きの被害が出るって聞いたよ。願いの浄化もだけど、困ってる人がいたら助けないとだね。ああ、でもね、日和、1、2、3、4、5、6、7、8、2、2、3、4、5、6、7、8。日和、ちょっといい？なになに、レイさん。あ、もしかして困ってる人がもう見つかったの？そうじゃないよ、日和、今は落ち着いて。そんなに張り切られるとこっちまでそわそわしてしまうんだ。レイちゃんもちょっと前からそわそわしてたよね。でもでも、何かあったらすぐに駆けつけたくて。いつどこで誰に何があるかわからないし。それはそうだけど。ママ、パパ。今の聞こえた？誰か泣いてる。助けに行かなきゃ。日和ちゃん、私たちも行こう。もしかしたらもう願いが具現化したのかもしれない。日和ちゃん、どこ？日和、どこにいる？ゆいちゃん、レイさん、キイシ君、こっちこっち。泣いてたのこの子だった。か、具現化した願いじゃなかったか。早くご両親を見つけてあげないと。だよね、私探してくる。すみません、神殿の方ですか？はい、そうです。巫女さんいるの？すいません、落とし物届いてませんか？お守りなんですけど、彼女が落としちゃって。遺失物の報告は特に受けていないよ。それと私たちは巫女じゃなくて。参ったな、二人で買ったお揃いのやつなんで見つけてあげたいんですよね。この辺りにあるはずで。そういうことなら手を貸すよ。すまない日和、そっちは任せた。了解。日和ちゃん、おばあさんは私に任せて。あの子をお願い。ゆいちゃん、ありがとう。よーし、お父さんとお母さんを探すぞ。ああ、いたいた。あんたが神殿の巫女さんか？仲間とはぐれちまって困ってんだ。助けちゃくれないか？私は巫女じゃなくて。あれ、ひょっとしてこのままだと誰も助けられなくなる？なあ、頼むよ、ちょっとの間手伝ってくれ。お姉ちゃん。ああ、ごめんね、パパとママ見つけるから。どうしよう、岸君、みんな困ってる。そっか、そうだね、ナイスアイデア。もし近くに困ってる人がいたら助けてあげてください。お願いします。おじさん、この子のことちょっとだけ見ててもらっていいですか？ああ、構わねえよ。どうした、坊主、迷子か？うん、おじちゃんも迷子なの？実はそうなんだよ、一緒に来たはずの仲間がいつの間にかいなくなっちまっててな。おかしいだろ？オッケー、パパ
パとママもおじさんの仲間もすぐに見つけよう。やるぞ。迷子の男の子を探しているお父さんとお母さんはいませんか？本当にありがとうございました。なんとお礼を申し上げたらいいか。気にしないでください。困った時はお互い様様ですから。ありがとうお姉ちゃん。悪いなジョーちゃん、俺の仲間は坊主が見つけてくれたんだ。でもまあ探してくれてありがとうよ。じゃあな。おじさんの仲間見つかったんだ。よかった。騎士君もお疲れ様。さっきはアドバイスありがとう。パパ、ママ、会いたい。今の声また迷子かな。騎士君行ってみよう。確かこの辺りから声が聞こえたんだけど。パパとママに会いたい。寂しいよ。岸くん、あれ人じゃないよね。もしかしてこれが具現化した願い。パパ、ママ、この子の言葉、誰かの叶わなかった願いなんだ。ねえ、あなたのパパとママってここにいるの？離れて暮らすの、やっぱり寂しい。これじゃあどこにいるかわかんないよ。どうしよう。ひよりちゃん、キス君、大丈夫？怪我とかしてない？これが具現化した願い、放っておくわけにはいかないね。ゆいちゃん、レイさん、この子パパとママに会いたいって言ってて。両親か。この近くにいるの？別々に住んでる人の願いだからいないと思う。騎士君、さっきみたいに何か思いつく？私たちが？でもどうやって？迷っちゃダメだ。今できることを全力でやるしかない。騎士君、今から二人でパパとママになろう。それってもしかして？ユイ、間違いなくその想像は間違ってると思う。帰りたいよ、パパ、ママ。かわいそう。あなたの願いすぐに叶えてあげるから。騎士君、準備はいい？せーの。はーい、ママですよ。パパ、ママ、やった！ちゃんとパパとママだって思ってくれたね、騎士君。パパ？騎士君と日和ちゃんがパパとママ？ゆい、あれはフリだ。事実じゃない。やだな、レイちゃん。ちゃんと分かってるよ。全然そうは見えないが、ここは言わぬが吉だな。ねえ、パパとママに何か言いたいことがあるんじゃない？喧嘩したまま家を出てごめんね。本当は帰って謝りたい。でも勇気が出なくて。大丈夫よ。パパとママはあなたの帰りをずっと待ってるから。ありがとう、パパ、ママ。ホームシックで
寂しかった。でも、もう少し頑張ってみるね。消えちゃった。ちゃんと浄化できたの？ああ、そのようだ。二人ともお見事だったよ。はあ、暴れ出しちゃう前に浄化できてよかったよ。さっきの願いを燃やした人かわいそうだったね。ちゃんとご両親に会いに行けるのかな。きっと大丈夫だよ。それにしても私と岸くんがパパとママか。ありがとう岸くん。なんでもないよ。パパはもうおしまい。いつもの岸くんに戻って。いいなあ、ひよりちゃん。ゆいちゃん、ママ交代しよっか。いや、だ大丈夫。まったく、今回は骨が折れそうだ。